をときめく芸能人たちも下積み時代はもちろんあります。今回はそんな下積み時代、脇役だった時の芸能人についてご紹介します。どうぞご覧ください。三浦春馬さん。ドラマ、はぐれ刑事純情派に2002年と2003年の2度出演していました。当時12、13歳だったとのことです。向井理さん。白夜行に向井理さん。白夜行は向井さんのデビュー作。山田孝之さんと小出圭介さんの同級生渡瀬役で1分ほど出演していました。2006年のドラマのダメカンタービレでは菊池徹役として出演していました。小栗旬さん。1998年のドラマ天まで届けセブンに小栗旬さんは中学生役で出演していました。しかし十次郎にお金を盗ませカツアゲをしていた中学生3人のうちの1人という役どころでした。また2000年のドラマ池袋ウエストゲートパークの第2話に小栗旬さんは役名吉和で出演していました。浜崎あゆみさん。1993年ツインズ教師で浜崎あゆみさんは女優としてデビューしました。浜崎あゆみとしての初出演ドラマは1994年のドラマ新・西遊記でした。1997年のオリジナルビデオ湘南爆走族帰ってきた伝説の5人では須山芳子役で出演していました。そして西田敏行さん主演の学校2にて西田敏行さんの娘役でも出演していました。斉藤工さん。映画海猿に斉藤工さんが実は出演していました。20世紀少年主演の唐沢俊明さんのライブの客にも登場していました。ヘルタースケルターにも平愛梨さんと一緒にほんの一瞬ですが出演していました。本当にライブの客やほとんどセリフのない役柄、エキストラに近い形で出演しているのにはびっくりですね。いかがでしたでしょうか。結構意外だったと思われる方はいらっしゃいましたか。ご感想をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。